ば芸人×プロスピレスでございます。吉本芸人王のタレルと申します。よろしくお願いします。さあ今日はですね、和久井さんホーム画面自チーム西武ライオンズということで無課金赤でございます。はい、無課金赤で、今日は S ランク契約書開封と、ギータミキサー、はい、昨日ね、メインの方で、ゲットできたあのギータをこっちでも狙います。無課金赤初悲願のギータゲットします。はい、ということで、ね、まず S ランク契約書から開封していきましょう。さあメインはサンズということでミキサー駅です。さあ S ランク契約書無課金赤超絶神引きしようぜ、お願いします。柳田悠岐無課金赤悲願の柳田悠岐、このアラブ人は柳田悠岐なのか。さあどうなのよ、これで柳田悠岐来たらマジ神。ギータ頼む、お願いします。カーン、うわー、いや鬼神引きでしょこれも。いやギータ狙ってたけど鬼神引きじゃないですか。いや、まあこれ大台入りします。宗隆さんは大台入りします。はい、メインではね大台入りしないんだけど、無課金の方は超2までいけんのかな、確か。そうなんですよ、なので村上選手はもう育てます。はい、なんとかねもういい引きできた、ありがとうございます。さあ、じゃあね宗隆さんのあとなんとかまたいい引きがしたい、ミキサーでなんとかゲットしてあります。はい、多分ね3回は挑戦できるかな。3回ってのは結構ねきついけど12分の1も当てます。最後多分圧縮しますんで、今シュート選手いるんですけど最後は、ちょっと圧縮していこうかなと思っております。さあ行きましょう。さあまず、1回目ですね、お願いします。もうこれでギータ来ちゃってもいいですよ、これでギータ来ちゃってもいい、もうこれでギータ来ちゃったら俺はもうやばい、もうとろけちゃうとろけちゃうよ、ギータ来たらもうとろけちゃうよ、お願いします。ギータ頼む、お願いします。無課金赤初のギータ欲しい、お願いします。来い、おい。さあ続いて2回目です。いや頼むからギータ欲しいな、マジで欲しい。無課金赤悲願なんすよ、一回もゲットできてないですよ。頼む頼む頼む、ギータ来てくれ、頼むよ。無課金赤にギータ欲しいよ、お願いします。ギータ来い、わ、千賀さん神引きした。いやでも俺は千賀さんは持ってるから入れない、アリバの千賀さんがいるから、タイピンこれ持ってるからいいけど、いやでも千賀さんは、いや僕はギータなんだと圧縮かけます。千賀さん、森さん、周東さんの圧縮かけてギータ狙います、お願いします。ギータこれで来てくれ、3人足かけてるから9分の1ですか、頼む打ち抜いてくれ、お願いします。来い、やー、さあいきます。 S ランク自治民確定やめきさ、お願いします、頼む。もう何も、もう欲を出さない、無欲でいく、何も声出さない、無欲でいく、無欲でいった方がギーター出る、そういう男ギーター、知ってるから俺ギータのこと、無欲でいく、いきます、この5人でいきます、お願いします。無欲の男でいく、無欲でいく、精神統一、無欲の男、それが王の高い、無欲でギータをゲットする、ギータ頼む、ギター俺もう無欲とか言ってらんないよ、ギター頼む来てくれ、お願い、ギターお願い、頼む、12分の1打ち抜け、こーこれで決めたい、次もう圧縮なんでここで決めときたい、頼むお願いします。もう怖い、 S ランクが溶けてく溶けてく溶けていってしまってる、怖い、もう怖いです、お願いギータ、うわー頼む、柳田悠岐カモーン、
はい、ラストです。泉投手、モイネロ投手、東山投手、今宮選手、甲斐選手、5人圧縮して7分の1にしました。これでギータ出なかったのも諦めるよ。いきましょう、お願いします。これでギータ出なかったら諦めるよ、しょうがないよ、そういう運命なんだよ。無課金アカ、もう無課金アカギータ来ない運命なんだよ、諦めるよ、頼むギータお願いします。7分の1来い。はい、本当のラストです。もうこれもう本当のラストよ、本当のラスト、もうお願いギータ頼む、もう本当のラスト、もうギータ出ないと俺もう終われないよ、ギータ出ないと思う、ダメ頼む、もう俺もうダメ、無課金やからギータ出ないと終わり、もう本当、もう正直ギータ出ないと終了、お願いします。ギータ来い、もう本当ラストね、もう本当ラスト、もう本当のラストね、もうもうラスト、もうみんなの期待に応えるのはこれでラスト、11分の1お願いします、頼む、マジで辛い、ギータ頼む、ギータ頼む、してくれ、お願いします、柳田悠岐さん狙います、マジで来たら神回、これ神回とさして、もうここで出たら執念の神回とさして、俺の執念が上回ったと、確率に勝ったということにさせてくれ、いきます、ラストです、これが本当のラスト、 S ランク自チーム確定ミキサー柳田悠岐、カモーカモーレッツゴー悠岐柳田、来い、無課金やか死ねんぞ、柳田ゆき、来い、本当のラスト、もう5の5人しかいない、これももう見てくださいよ、山岡投手、まあ新シーなんでちょっとリアタリは厳しい、おかわりくんもちょっと隙分けしてちょっと厳しいと、増田投手、そしてサンチェスの極み、これね SP3300 でね継承できるんですけど、いやもう柳田悠岐しか、あもう勝っちゃった、いやもう柳田悠岐しか勝たんのよ俺の中で、もうギータがいないとダメなのよ、行く頼む、もうこれラストです、本当のラスト、ギータギータ頼む、柳田悠岐お願いします、来い、うわー